この調子でじゃんじゃんアースデーにキャンペーンをやってもらえると嬉しいだろも。アースデー終わったよ。気づいてないんかと思った。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトン時刻は2020年5月1日、金曜日の午後4時59分です。お、今日から5月や。今日はメーデーです。日頃の感謝を込めて、案内所にてメーデー旅行券をお配りしています。特別な離島でのひとときをお楽しみいただきますので、この機会にリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。興味のある方は案内所のたぬきちさんにお声掛けくださいね。メーデー旅行券。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょ、見た目がめっちゃ暑苦しい感じやけどでもなんかあれなんや、ぬいぐるみ付きコートみたいなのが手に入ったけん着たくって。可愛くとない首元の狐よきよき。あ、でそっか、昨日またあのコラボ商品をん、なんかいっぱい入っ、なんか2つほど、これが木漏れ日広場の飾り、OK ゲームマシン、OK モータースの看板。で、キャンピングカーの模型たちね。これは?アイラ様、いつも狸番号をご利用いただきありがとうございます。49ベルの利息がつきましたことをお知らせします。アイラと狸バンク。利息低くなったって言ったもんね。めっちゃ、少ない49ベルやって知らせてくれんでいいんやけど。はい、狸ショッピング。アイラ様、いつも狸ショッピングのご利用誠にありがとうございます。今この時をお楽しみいただけるシーズン商品を入荷しました。ぜひ一度ご覧くださいませ。たぬきショッピング。ん?シーズン商品?何それ、なんか新しい感じ。ん、また、やってるのね、トレーニング。はーい、元気?あは、あ、低木がちょっとだけ成長してる。お話ししよう。今日はこれから何して過ごそうかな。あは。今日はこれから、サウナとか行ってきたらいいんじゃないかな。シャンクー。いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。ということで、ハンプリュック。何ハンプリュックって。あれか、布の種類のことか。トイレスリッパ。トイレスリッパ。パーティーバッグ。パーティーバッグかわいい。買う。バッグなんかいいのいっぱいあるよね。よきよきかわいい。じゃ、ハンプバッグも買おうっと。なんかシャンクの店でさ、私靴とかよりなんかリュックとかバッグとかばっかり買いようんやけど、買います。はい、ありがとう。毎度あり。他は大丈夫、ありがとよ。さあ、それじゃあメーデー旅行券とやらをもらいましょうか。今日は何も。ゴング、なぜなぜかは知らぬけれども。やっほー。アイラさん、アースデーのキャンペーン、早速やってくれたんだらもね。あ、そっかそっか、忘れとった。そういえばやったね、それも。いやー、さすがアイラ様、行動が早いだもね。まさにアイラ島の鏡だらも。いや、もうアースデー終わったんですけどね。行動早くはなかったよ。早速島の環境に優しい行動をしてくれたってことで、ガーデニングに持ってこいの生垣のレシピを特別にプレゼントさせてもらうだらも。生垣?ほうほうほう。この調子でじゃんじゃんアースデーにキャンペーンをやってもらえると嬉しいだらも。アースデー終わったよ。昨日で終わったよ。ちょ、待って、生垣のレシピやって覚えよう。あ、覚えとんか。もう覚えたんか。待って、どんな感じ?おー、生垣、いいね、いいね。これも、なんか島作りにすごい役立ちそうな気がする。ちょ、待って、今日はもうあれかな。コラボ商品とかをいろいろと置いたりとかして過ごそうか。アースデー一応、期間あったよね。よし。たぬきショッピングの方かな?期間限定って言ったやつ。あ、なんか増えとる増えとる。ほら、シーズン。母の日サンキューマグカップ。何それ?超ダサいやん、名前。母の日各国。国によって違うってこと?え、すごい。これ、あれやない?なんか、なんていうん。マイザーのサンプル感がすげえんやけど。え、こんな感じの絵やったよね、なんかあったやつ。マイデザのサンプルのやつ。違った?なんか、そういう感じじゃない?
ここはもう全部買ったし、室外機。なんか最近、あんまり見かけんような気がするけど。あ、でもあれか。マンションとかやっても、ベランダとかにあるのかな。あ、かわいい。キキパレード。オーダーする。かわいい。え、オーダーしたよね。ベル払ったし。ご利用なりたいサービス。もういいです。大丈夫です。ご利用ありがとうございました。じゃあまた明日来るね。竹をね、あの、温泉のところに立てたいなと思いまして。なんて言うんやっけ、竹垣なんかそういうの温泉ってあるやん。これこれこれ。そうそう、竹垣、縦垣。これを、どのあたり、このあたりかな。ほら、こんな感じ。あるよね、あるよね。かわいい。かわいいっていうのはおかしいか。でも、綺麗な感じになることない？で、あと、このあたりに、コッフェルじゃなく、あ、そう、竹の車止め。これをね、置きたいなと。よいしょ。どれぐらい、このぐらいか？間隔。あ、こんな感じで、ここに車止めて、あ、車が欲しい。やっぱ模型小さいよね。どこだ？キャンピングカーの模型。ちっちゃ。びっくりするぐらいちっちゃ。で、ちょっとコッフェルをこっちに。どの辺かな、コッフェル。あ、つぼみができたね。これ何だっけ？白いアネモネやった気がする。きっとそんな感じやった気がする。もうちょいこれを、違う違う。もうちょいこれを寄せて、んで、このあたりに、コッフェル。ちょ、待って、もうちょいこっち来て。ここ方向ある？普通に方向、あ、持ち手があるけん。こ、持ち手を手前にしとこう。これで。うん、良きだね。さあ、それじゃあちょっと、たぬき商店で、いろいろと売ってきますかね。化石とか。お、いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。ルーシーや。ティーセットが一つ置いてあると、お部屋のイメージも変わりそうですよね。よう。確かにそれはすごく思う。私もティーセットは、これいいんじゃないかしら。ティーセット買うよ、私。センベル、お安い。買っちゃいます。ってことで、これを、寝るし。これルームライトかな？アロマディフューザー。なるほど。はい、買います。あ、あれ何？クッション？クッションってかソファー？ベッド？あ、ベッドや。フラミンゴもある。これどれぐらいするんかな？ラタンのベッド。現品限りで。7200ベル、買う。買う、かわいい。おしおし。あ、ルーシー、さっきのティーセットあげるよ。まあ、皆さん、私もちょうどお買い物に来たんですよ、ひょ。なに、さっき気づいてなかったの？これあげるよ。え、私ね、ひょ。どこ行った？あ、ティーセット。はい、どうぞ。まあ、これは、ティーセットじゃないですか。うん、そうよ。ありがとうございます。ちょうどこういう感じのものが欲しかったんです。お部屋に飾ったら素敵なアクセントになりそうですね、よ。いただくだけでは申し訳ないんで、よかったらこちらをお持ちください。レインボーなニットです。ほう、派手だね。どんな感じ？レインボーなニット。おー、派手やけどでも可愛い。私は好きかも。ちょ、待って、これ、もうちょっとさ、あの、無地な方の、帽子に変えた方が良きかもしれない。柄がうるさい、なんか。さあ、そして、今日も、あさみさんとおしゃべりを。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうもどうも。アイナさん、よかったらこれ、もらってください。なに？いきなり。なになに？
これ私が作ったんですけど、柄物の布地なんです。家具って布地の部分を張り替えてリメイクできるじゃないですか。それに使えないかと思って。お、なに？リメイクに使えるもの？柄の種類もたくさん作ったんで、もし気に入ったものがあれば使ってみてください。使い方なんですけど、作業台で家具をリメイクするときに、パターンを選ぶと柄を選べるんです。ほうほう。ただし、全部の家具に使えるわけじゃなくて、物によりますから注意してくださいね。心を込めて作ったので、どうぞ試してみてください。布がついてる家具ってこと？なかなかなくない？試着室を使いたいのね。どうぞ。今日はあさみさんあっさりしてた物はくれたけど、もう終了ってことかな、あれ。いっぱい語ってくれるのは。タキシード。かわいい。かわいい。こういうフォーマルな感じもいいよね。若ざり。あ、これ今。これ今さ、あさみさん縫い寄らんかった布。まさに。まさに今。この商品になったってことなんやね。ビビッドなレギンス。買っちゃいます。あ、いいね。なんか質感がいいね。いい感じやね。大きに。ちゃんとなんかデニムって感じ。帽子外して。うん、オッケーオッケー。イェーイ。大きに、またどうぞ。さあ、それじゃあ、なんかシンプルな感じの格好になったね。なんか外国とかこういうの降りそうじゃない？シンプルな感じの格好やけど、でも現実で着るには派手な気がするな。ね。DIY で何か作ろうかな。リメイクしたい。木製シングルベッド。ここで、ピンクウッドの、ブルーでいく？ブルーで。リメイクします。これは？おー、あれやん。飛び盛りの時と違って一瞬で出来上がるんやね。海賊くんに渡したら30分くらいかかりよらんかった。今日のメッセージボトルが落ちてなかったんやけど。メッセージボトル。どこにあるでしょうか。え、向こう側落ちてなかったよね。ないな。あっち側か？こう。低木って別に水やらんでも成長するんかな。思ったけど私、花とかも植えてから一回も水やったことない。きっとみんなが水をやってくれているんだろう、みたいな。え、てかさ、花とか、飛び盛りの時みたいに、お、枯れる？何も考えてないんやけどさ、そういう条例とかもないやんか。やけん枯れんのかな、みたいな。手に取ってくれてサンキュー。昨日の夜、なんだか眠れなくて、月を見ていたら、急にこのレシピをひらめいたのさ。知ってそうはないと思うから、君にも教えてあげるね。よかったらチャレンジしてみてほしい。ジョッキーより。ジョッキー、コアラ？地下室の床。おどろおどろしそう。はい、地下室の床のレシピを覚えた。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかリメイクとかまでしだしたらあれやんね。だってマイルドとかも使えるんやろ。めっちゃ個性的にできそう。なんかみんなしよるんやろうな。